CIS は積極的な搾取の証拠に基づいて、その基地の悪用された脆弱性カタログに事故の新しい脆弱性を追加しました。これらのタイプの脆弱性は、悪意のあるサイバーアクターにとって頻繁な攻撃ベクターであり、連邦企業に重大なリスクをもたらします。高速力のある運用指令、EOD-01、基地の搾取された脆弱性の重大なリスクを減らすことで、基地の悪用された脆弱性カタログは連邦企業に重大なリスクをもたらす基地の CVE の生きたリストとして確立されました。 EOD-2201 では FCEP が積極的な脅威から FCEP ネットワークを保護するため、基地までに特定された脆弱性を修正することを要求しています。詳細については、PHEBOD-2201 ファクトシートを参照してください。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、フォローをお願いします。